今日は宜野湾市の港食堂に来ています。これからお昼を食べるんですけど、頼んだのがまずはウニソース焼きロールですね。初です。でこれからちょっとまた2人のものが届く予定になってます。はい、今届きました。全部のせですね。でご飯を酢飯にしてもらいました。でこちらが海鮮丼の上になります。まあ、少しネタの、ね、数が違うんですけど、大体こちらが1000円とこっちが1200円ですね。ここはあまり観光客の人が来るというよりも地元の人がなんか使われるような穴場みたいな感じですが、ちょっと食いかけですけど、これ分かりますかね、めっちゃプリプリです。こうエビも超でかいし、一個一個の素材がめちゃめちゃ新鮮で美味しいです。これで1200円はやばいですね。でご飯も酢飯とわさびご飯で変えられるんですけど、わさびがまた美味しいんですよ。